さん大変です。なんとこのチャンネルにレジェンド降臨。なんと今日はこの方が来てくださいました。てるてる、島田ピンです。違う、山田さん。あ、山田こっちです。なんかショコタンが好きだってちょっとコンビニ挟んだから島田ピンさんのこと好きってブロリー好きですけど。あ、山寺浩一です。本当に嬉しいのが、なんと今日劇場版ポケットモンスターココの公開アフレコだったんですよ、うん、そうなんですよね。そこでお忙しい山寺さんを捕まえてしまって、今日もう無理やり YouTube にお願いしますって言ったら心よく快諾してくださって、いやこちらこそ嬉しいですよ。ショコタンからそんなお誘いを受けてね。あのアフレコね、初めて今回山寺さんと同じ空間でやらせていただいたんですよ。ショコタンだいたい一人でやってたのかな。いつも一人でした。そうですよね、はい。本当にこのリスペクトがあって、ね、山寺さんのお尻があって受けてやれるっていうのは一生の体験をさせていただいたんですけど、今年のポケットモンスターここめちゃくちゃ面白いね。素晴らしいよね。また今までの映画と全然違いますね。まず違うね、軸が違う。アバルル君なんて予告最初の3秒見ただけでもう泣いてましたそれぐらい。ファースト世代の皆さんはもう父ちゃん母ちゃんだったりすると思うので。そうだね、そこにまた刺さり方が。そう、父ちゃんだーってね、もうあそこでもうブルッとくるから音楽も素晴らしいし、いや最高傑作と言えるんじゃないかぐらい ね今回の作品ね、すごくいいよね。山寺さんのもう令和に言った人類初めてじゃないかっていうあのセリフにもご注目ください。あれね、初で始まるやつですか。初で始まる、大好き。ということでですね、はい、うん、そんな山寺さんになんと今日は100の質問していきたいと思います。イエーイ。結構最近 YouTube であるんでしょ、100の質問ってね。ショコタもやってたけども、やってて、今日は私が100個質問考えてきたんで答えられるかな。決断力ないんでね。そうなんですか、うん、ただ結構ぶっ込んでることも結構あります。マジっすか。 NG が出ないといいなと思って聞いていきたいと思います。それではいきたいと思います。山寺浩一さんに100の質問。山寺浩一さん、はい、名前の由来は？本名です。なんで浩一でつけたか親にちゃんと聞いてません。今日何食べてきましたか？塩鮭系です。誕生日と血液型教えてください。6月17日血液型 A 型です。趣味は何ですか？プロ野球の応援、東北楽天ゴールデンイーグルスの大ファンです。今恋してますか？常にしてます。おお、どういうことですか？ちょっとそこ気になりますよね。いきなり止めちゃったんですけど。なんすか、常にしてるんですか？ポンポン行くじゃないですか。常にしてますよ。常にしてますよ、恋は。それはお芝居にも生かされると思いますよ。いくつになっても恋はできると思ってるんですよ。しかも今僕独身ですしね。おお、フリーです。そうです、フリーですよ。山寺さん空いてますよ。フリーですよ。はい、まずいですけど。運動は得意ですか？好きだけど得意じゃありません。自分の性格を一言で言うと？優柔不断。ズバリ長所は？長所ねえな、あんまり。長所ねえわ、あんまり。じゃあズバリ短所は？特にね、あの最近はね、後輩に嫉妬するところ、卑屈なところですよ。だから一つまとめると、ブルース・レイとジャッキー・チェン、どっちに会いたいですか？ジャッキー・チェン。ジャッキー・チェン、あのクリスタックやった時にコンビだったんでね。高校時代の部活は？バスケットボール部です。しかしマネージャー、プレイヤーの方じゃない？プレイヤーじゃないです。バスケ部ってモテるイメージありますけど、マネージャーは例外ですね。いつもホイッスルを持ってます。首からぶら下げてホイッスル。一個上の先輩はしないを持ってました。僕はしない持つのはやめました。宇宙に行けるならどの星に行きたいですか？火星、カウボーイビバップとかね、スパイクという役をやってて、火星にね、いたんでね。じゃあ自分の体の好きな部分は？もみあげが全くないところ。ない、全くないですよ。あ、ない。作ってるんですよ。すごい、髪の毛だったんですよね、これ。髪の毛なんですよ。好きな食べ物は？厳選されたメバチマグロ。塩釜三陸東物っていう写真、これ最高です。まあ、塩釜文化大使でもあるんでね。おお、でもお肉も好きですよ。芸能界で仲良しの人は誰ですか？戸田恵子さん。おお、パンマンとメイケンチーズですもんね。僕は弟ブースって言うと彼女は子分って言ってますけどね。1ヶ月休みがあったら何しますか？不安になりますね。ああ、もう干されてもう終わったんだなって思って、だから頑張ってプロモーションします。今年お仕事ストップした？ああ、もちろん。3月4月ほとんど仕事してないですよね。山寺さんですらストップしたんですね。本当収録うちでなんか収録したぐらいでほとんどなかったかな。あとナレーション一人でねやる仕事は続けてたけど、あと何もなかったから、あんまり仕事忙しすぎるのも嫌なんだけど、程よくがいいですね。ちょっと3日ぐらい仕事ないとどうしたの、もうダメもう俺なんて言って、忙しくてちょっと詰めすぎじゃないってね、どうすればいいんだってね。マネージャー大変ですよ本当に。オールジャンル全て好き。もし自分がなるなら、なりたい特撮ヒーローは誰？大きくなりたいからウルトラマンです。初恋は何歳でしたか？本当の初恋かどうかわかんない、まあ、幼稚園の時のね、伊藤先生。もう卒園の時にスカートの中入っても絶対別れたくない先生とって言ったらしいので、スカートの中に入り込む。じゃ
好きなお酒の種類は？もうこれも全部飲むんですけどもね、やはりここぞという時は日本酒ですね。日本酒、お寿司に合いますね。お寿司に合うんですよ。魚にはやっぱりね、日本酒がぴったりです。じゃあラーメンは何系が好きですか？あっさり塩、もしくはあっさり醤油、全部あっさりかそうするとそういう風になるんですよ。中川翔子のイメージとは？天才。いいよ、それ大きな言葉。いや本当に。好きなお店は？洋服はビリディアン、アクセサリーはマーズ、私服は今ビリディアンっていうところ。どんな感じのテイストなんですか？モノトーンのモード系だけど行き過ぎてない。100万円今もらったら何に使いますか？楽天イーグルスグッズ。今年はどんな年でしたか？我慢しなきゃいけないけど、いろんなことに気づいた年でもありましたね。幽霊は信じますか？本当はいねんじゃないかななんて思いながらも、いつもビビってるってことは信じてるんでしょうねビビってるんですね。占いは信じますか？信じますね。 UFO 見たことありますか？あ、この間。この間たまたまプラプラ散歩、夜散歩してて、はい、あ、なんかこの夜景撮りたいなってパシャって撮ったものが、あの青い光が2つあって、うん、その後時間差で撮ったらもういなかったんですよね。UFO ですね。うん、UFO です拡大しても完全に UFO の形してたんですけど今年飛んでたんだ、すごい続いて、はい、好きなおにぎりの具は？鮭。新春シャンソン賞って噛まずに言えますか？当たり前じゃないですか。新春シャンソン賞あれ入れてない、ね山田さんも人間ですね。新春シャンソン。朝はご飯派、パン派。パンも好きだけどご飯の方が多いな。宮城米。喉のケアはどうしてますか？湿度を、特に寝室は湿度を保つようにして、酔っ払った時に大きい声を出さない。体調維持には何が大切ですか？あ、睡眠。7時間ぐらい寝てます。早起き癖がついてると思ったらね、終わった終わった次の日からいきなりゆっくりになりました、ね。全然そんなついてなかった。今の悩みは？なんでこんな後輩に嫉妬してるんだそのワードがちょいちょい出てきますね。そうなんですよ。花江夏樹さんですよ花江はだって同じ事務所ですからね。その花江の活躍は嬉しいに決まってるじゃないですか。情熱大陸俺も出たかったよあんまり知らなかったですよ、それ。あの YouTube のこととか。俺たまになんか朗読とか YouTube に上げても全然伸びねえのに、一桁二桁三桁違うんだなと思って。下手したらもっと違う数字でああいうのって出てくるから、そこへ来て鬼滅じゃないですかめっちゃ見てる、花江さんのことをめっちゃ見てる。そうで、ちょっとリモート飲みして相談したの。おお、どうしたらいいよ俺。爆弾話ですよこれ。どうしたらバズるんだって言ったら、考えてくれよって言ったら、っつってちゃんと一瞬答えてくれましたからね。今のテーマはこれは関智一の話で、後輩に可愛がってもらえる先輩になろうっていう。レジェンドトーク、そういう感じで飲んでるんですね。全部見ましたしね、作品もテレビシリーズも全部見たし、鬼滅の刃見ましたし、劇場ももうすぐ見に行きましたし、泣いた嫉妬心からですけどねそんなもんだから見てやろう、ちくしょうと思って、なんだこれやろうと思って嫉妬しやがってと思って見たら本当に面白かったし、本当に感動したんで、他にもすごい人たちがいっぱい声優界にもいるし、それ以外にもたくさんいるんでね、そういうの見てすごいなすごいなと思って刺激をもらってます。じゃあ 50m 走のタイムは？ああ測ったことないな、思ってるより遅いみたいだねやばい、まだ30問題なんですよね。あ、そうなの。ポンポン俺が答える。あ、違う、ごめんなさい、面白くて聞いちゃって。死にかけたことはありますか？小学校1年生の時、自分の住んでる家にマイクロバスが突っ込んで家が半分壊れるってことだったんで、その数分前に僕はそのポジションにいたんで多分あそこにいたら死んだんじゃないかって。エピソードありすぎ、パッとずれてたらポケモン映画の形が変わっていたよかった学生の頃好きな芸能人は誰でしたか？松田聖子さん。じゃ芸能界で実際に見て感動した人は？松田聖子さん。いや、もうね、本当に存在するんだって思いました。透き通ってました。発光してますね質問なかったですけど、聖子さんで一番好きな曲は？青いフォトグラフ。うわー、シングルじゃない方。でもやはり裸足の季節、本人から直接手渡して買ってんで、あ、アルバムもですね、手渡して買ったのはやっぱりデビュー曲ですね。よく使ってるアプリは？ Google カレンダー。もうこれがなかったら僕は大変なことになってましたね。プライベートのことも全部入れるんで、前はよく忘れてね、友達との約束すっぽかしたりとかしてましたけど、全部入れるようになったんで、マンションのなんとか点検とかね、それも全部入れるようになったんで、非常に分かりやすくなりました。ありがとうございます。 Google カレンダー。子供につけたい名前は？まだ考えたことないな。起きたらまず何しますか？カーテンを開けて外の方を見る。富士山ちょっと見るんです。ちょっとだけ見るんです。
ショートヘアの人とロングヘアの人どっちが好きですか？ショートかな。あれ意外と長かったね。あの射程距離外でした。はい、クレープに何入れますか？梨。あんまり入れないか。あんまり入れないですね。夜寝る前に必ずすることは？あのストレッチポールを使ってゴロ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 必ずやってますね、寝る前に。うん、ゴロ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 。大事ですね。うん、綾波、アスカ、ミサト、誰と付き合いたいですか？それミサトです。カジさーん、カズラギ、君だよ。ピカチュウ以外で好きなポケモンは？そうなんです、ロケット団好きなんでね、まあ、ニャースもね、話し相手になってくれるんでいいですけどもね。そうなんですのキャラクターいつもなんかほっこりしますね。ディズニーといえば、うん、夢と希望、あとお世話になってますって言葉ですね。今まで演じたキャラクターで印象的なのは？今日の気分で言うとミュウ。難しかったキャラは？マーシャドウ。一色じゃないよとで、いろんな音が重なって、でどっちかというと息の成分も多い。あれ音声加工で変えたのかなってみんな思うぐらい、うん、いっぱい声が重なってるけど、うん、シャルマシャルしてよっていうね、そういう声だったから。あ、今4つか5つ声重なってますよね、これね。もっとかも、うん、すごい。最近ハマってるものは？ブリシラス丼。某お魚の美味しいお店のランチで、ブリシラス丼ってあるんですよ。カニクリームコロッケもついてるんですよ。今ね、各週以上で食べてる。今年買ってよかったものは？いろんなもの買ったなぁ、ネットで。あ、エアロバイク。野球を見てるときにただ座って見てると良くないと思ったんで、7回まではエアロバイク中心に運動するっていう。おはスタでのハプニング覚えてますか？いっぱいありましたよ、生放送ですから。1個ありました。1個、火事になりかけた。生本番中に。何回も死にかけてますね。いや、それは結局火事にはならなかった。まあ大事には至らなかったんですけど、まあ、他にも本当にいっぱいありましたよ。絶対言っちゃいけないのは、やばいやばい、言っちゃった。あとね、いろいろいっぱいあったな。意味がやばいやばいやばい。オリジナルの人がいるかいないかっていう。アニメの場合は自分が最初にオリジナル。でも同じです、演じるって意味では同じです。今までで恥ずかしかったことは？しょっちゅう恥かいてくるな。舞台上で吐きそうになったっていう。こらえて袖で何とかしました。でもそれこそおはスタで吐く寸前だったことがありました。インフィっていう、うんうん、アンドロイドのコスプレをしてウエストの締め付けがすごくて、なんか苦しそうにしてたことあったね。で食べたお肉に当たっちゃってて、おはスタの最中だけは我慢できたから、うん、ポケモンパワーすげーって思ったのを覚えてました。好きなアイスは？ビバオール。今ない。それ中学校時代に食べてたやつだ。好きな休日の過ごし方は？ダラダラすることですね。今日の晩ご飯は？まだ決めてないです。昨日がお肉だったら今日お魚。一応バランス考えてます。家の中で好きな場所は？リビング。小さい頃見て影響を受けたアニメはどれでしたか？巨人の星と田舎っぺ大将。学生時代の一番の思い出は？やっぱり高校時代バスケット部ですね。大学から落語研究会。声優デビュー作どんな感じだったか覚えてますか？メガゾーン23と OVA です。いました。声優として食べられるようになるまで大変でしたか？いや順調だったと思いますけどね。でも最初何本かあってもやっぱりギャラ安いんでね、食べられなかったんでバイトはやめてなかったです。なんとなくフェードアウトして行かなくなったんで、まくれたわけじゃなくしなくなったんで、絶対やめますとは言ってないんで、ずっとやめてなかったんじゃないかと思うね、30何年ね。でこの間そこが閉店したんで、オープンの時からやってる初代バイトだったんで呼んでくれて一緒に飲んだんで、すごい。でその日で、あ、やっと僕はこのバイト卒業ですって去年ですね、それ言いました。それまでずっともしかしてバイトをやめてなかったんじゃないか。アンパンマンの中で印象的な思い出は？あ、みんなで旅行に行ったことですね。仲いいですね。オーストラリアとかハワイとか。海外？はい、みんなで500円積み立てとか1000円積み立てをして、バタコ最後の佐久間玲ちゃんが収集係でした。大変でしょう。ポケモン貯金しとけばよかったですね。すごいこと。ポケモンはでもその分ね、ラスベガス行ったんじゃないですか、2回ぐらい。じゃあいつかポケモンでも旅行に行くのちょっと、ね、失恋した時はどうなりますか？いやー、落ち込んだし、大人になってからだったらとにかく飲みましたね。うん、あとすぐ友達に言うって言っちゃうんですか？うん、あれやさんでも失恋することもあるなんて。するに決まってるじゃないですか。失恋の話ですよね。離婚じゃないですよ。離婚じゃないですよ。失恋です。あ、よかったよかった。そこ触れてないのに私。人生最後の瞬間に食べるものは？母親のカレー。声優さんになってなかったら何してましたか？地元の代理店。広告代理店って何するとこか知らなかったんですけどね。女性に生まれたら何をしたいですか？何？ JY パークさんのオーディションっていう。キューブもらいに。キューブもらいに行こうかなと。褒めてくれますからね。そうですね。結構見てたんでずっと。ああ、ね。二重応援してますか？ずっと応援してましたね。
じゃあ推しメンはリマちゃん。リマちゃんか、私もです。本当ラップが上手くて可愛いね。リマニナかな、やっぱり歌ニナちゃん歌うまいじゃないですか。その2人を応援してました。マックのナゲットはバーベキューマスタードどっちですか。うん、ああマスタードですね、はい、マスタード大好き。得意料理は焼き魚、結構焼きますね。今日の塩焼けでしたけど、クックパーってやつをやれば魚焼きのグリーンとか汚れないとかだったんで、クックパーすごいね。なんで気づかなかったんだクックパー。クックパーのまんまお皿に焼くから、お皿もほとんど洗わなくていいし。それ3日に一遍食べてますね。これ港区で出したら2000円で出せんじゃないかなぐらい。朝起きるのは得意ですか。昔得意でしたけど今不得意です。苦手な食べ物は。腐ったもの。シェンロンに一つ願えるなら。新型コロナをね収束させる何かを俺が発明させてくれる。治ってくれじゃなくて、治ってくれも思ってるけど、それを俺がやるっていう、俺が開発する。これ良くないですか。世界中のヒーローでしょ。大ヒーローですよ今。はい、今日からなくなりましたったら世界中テンション上がりますよ。俺の手柄にしたい、それを。俺の手柄にしたい。どちらかというと、もうなんか悪の一味の言い方ですけど、それね。これ、かぶっちゃった。花江さんに、うん、そんなのもあったの。書いてた。いいですよ、何ですか。かぶっちゃったけど、うん、花江夏樹さんのことどう思ってるの。嫉妬。すごいと思う。すごいと思うし、人からもいいから、どんどん俺の話していいからね。花ちゃん、好きな女性のタイプは。まあ優しくて僕を好きでいてくれる人でしょうね。何で恋に落ちるんですか。やっぱりね、好きになられたんじゃないかって思った時なのかな。あ、フィーリングかな。フィーリング、なんだそれ。自分のチャームポイント。毛量。ポケモン映画での思い出を一つ。一つか、いっぱいあると思うんですけど。いっぱいあるね。でもパッと思い出すのは、どうしてもこれ何回もいろんなところで言ってるかもしれないけども、1回目のミュウツーの逆襲の時の記者発表ですよ。こんなマスコミの前に僕が立ったことないっていうぐらいの、なんかこれからとんでもないことが起きるぞっていう予感が、司会進行僕とレイモンドだったんで、もうそうパッと出た瞬間、ブワーって滝のような汗がドバドバ出たのを本当に覚えてて、ハンカチもティッシュも持ってない状態で出て、何も言えないし、どうしようって言ってどうする、僕持ってないよって言って、あっつってポケットロッカーから出てきたのが、お尻を拭くオイルがたっぷり染み込んだティッシュだった。普通のウェットティッシュだと思ってこうやって拭いたらベトベトした。お尻拭きで顔を拭いてしまった、うん、商品名サニーナっていうやつ。それで拭いたらベトベトになって余計ひどいことになったっていう、ね、緊張するときはどうしてますか。お尻をバーンと叩くっていう、これ学生時代から僕やってて、お尻バーンと誰かにやって気合が入って、ね、大きい筋肉叩くと言ってますね。座右の銘は。謙虚でいても卑屈になる、戸田恵子さんに言われた一言です。僕なんてっていう言葉使わない方がいいよ。あー、わかる。はい、もういよいよもう後半でございます。よし、一番人生で起こったことは。長いアフレコなのに飯が出なかったという。その仕事休憩なしで10時間ぐらい。人生で一番怖かったこと。失言をしてしまって恐怖を感じたこともありますし、小学校の遠足でターザンごっこってうわーって言って帰って、なんか握り方を間違ったらしくて、絶対途中で手を離しそうになってギリギリセーフだったんですけど、大事故になったのな、俺があそこで落ちてたら。命綱とかついてなかったね。崖っぷちこう行って、ここだ、このここで落ちたらもうヒューンだったからね。エゴサしますか。なるべくしないようにしてます。これは褒めてるだろうなってちょっと自信のある出来事の時にはちょっとニュースにコメント見たりとか、なんかちょっとキーワード入れてあげたりするんですけど。好きな YouTuber いますか。はあ、そんなにたくさん見るもんじゃないですけど、やっぱしょこたんですね。そうだ。ヒカキンさんのモノマネをさせていただいたんで、それはその時は特にいっぱい見ましたね。見まくって、どこをどうマネしたらいいか大して似てなかったんですけども、両方だけはできるようになりました。うわ、ヒューマンビートボックスの大地君のところもね、虹色侍さんを見たいところね。お、尊敬する人は誰ですか。田沢道夫さんと野沢雅子さん、このお二人は本当にすごいと思います。カラオケのお箱は。郷ひろみ、玉置浩二。何歳に戻りたいですか。いや、戻りたくないですね。もうめんどくさいじゃないですか。またそれを体験しなきゃいけないの。今の脳みそを持ったまま戻りたいな。持ったままか。持ったまま。持ったままか。じゃあ中3クラスにすごい好きな子いたんだけど、一言も話できなかったんですよ。じゃあ今だったら考えてみますか。もう近づきもできる。修学旅行の時、その子がいる班の部屋にみんなで行こうぜって言ったんだけど、俺は行かねえっつって。そしたらその子が入ってきて、俺たちの部屋に、うん、どうするのかと思ったら、クラスメイトのっていうやつが、あ、悪い、みんな出ててくんねって言われて、俺の好きなその子と
二人きり残って二人きりで過ごしたいかって、なんだそれって思って、めっちゃ好きな子なんですよ。その子とが二人きりになるから、えヒューヒューこねるお前らつけうこねろってなら、もう心でもう本当に泣いてましたから。うわートラウマー。今の脳があればなんとかできますね、それは。そう、今だったら ね一番可愛いって思うものって何ですか。これはまあね、ちょっとあれですけど猫ですね。猫ちゃんなんて名前ですか。マロです。マロニーってつけたんですけど、マロニーって言わないでマロって言ってますけど、おっさんなんですけどね。11歳なんで俺を超えてもう還暦ですからね、人間で言ったら。最近嬉しかったニュースは。最近嬉しかったニュース、あ、なんかあったな、なんだっけ、こうやってすぐ忘れるんですよ。あったぞ、すごい嬉しいニュース。カバオのツイッターがそこそこバズったっていう。すごいですね。みんなでバズらせましょう、山倉さん。なんかあったじゃん。何があったの。やはり配信ライブかな、ボイスビーアンビシャスライブ第1回があって、第2回も今計画中、それにしときましょう、はい、後で思い出すわ。一目惚れってしたことありますか。ありますね。何回かしてますよ、一目惚れは。大丈夫ですか、俺の質問そんなみんな聞きたいかな。聞きたいです。これだけ再生回数落ちたらごめんね、はい、本当にあと10個です、申し訳ねえわ。苦労したアフレコのエピソード一つ。すごい喋りまくってて、リハーサルする時間もなかったやつとかね、マルコの X とか大変だったの覚えてるな。味噌汁に何入れたいですか。大根とじゃがいも。好きな人にはどうアプローチするんですか。もうカッコつけたり作ろうってもしょうがないので、自分を徐々にさらけ出していくっていう。だってもう、だってどうせバレちゃうでしょ、いつか。なんか自分を作ろうってよく見せようとしても、出していこうとするかな、好きであればあるほど。ファミマ派、セブン派、ローソン派。いや特に近いと思う。そんなみんなあんだ。俺は私セブン大好きです。セブンはでも銀行が便利ですよね。あ、いろんなとこ下ろせるから。僕なんで言わなくていい。でもありますよね、カードによって銀行によってここ強いとか。なんか最近ローソンだとお金を下ろすくだりの時にドラクエの音楽になりません。あれ面白いですよね。老後の予定は、家族に囲まれていたいなと思いますね。ただ希望を、希望を捨ててないですよ。じゃあ再婚するかもしれない。そう、まあ、もうしたいですよ、できれば。もう人類的な意味で山寺さんには子孫を反映していただきたいなってみんなの願いでもありますもんね。お、父はもうすぐ88ですけど、バーも見せられるかな。見せられるかもしれない。可能性ゼロじゃないね。愛してるって言ってるし、あるかもしれない。老後一人は寂しいなって思いますよね。溶けたチョコレートって美味しいですよね。少しですね、質問。溶けたチョコレート美味しいですよね。うん、ですね。よかった、私が好きなんです、コンタクトにしようと思ったことってありますか。ああ、何回かチャレンジしましたけど、なかなか慣れなかったんで、メガネで大丈夫です。ありました、はい。ステイホーム中、美意識は高まりましたか。そうですね、美意識高まったんで、アプリに頼るようになりましたね。さあ、あと2つです。おお、山田さん、うん、YouTube チャンネル、うん、YouTuber として、ゴリゴリにやっていきませんか。からやっていきません。ゴリゴリは無理だけど、はい、興味なくはないですよ。あら、元おはスタのスタッフとかに相談してますけどね。山ちゃんまずこのブレーンを集めるところなのね。僕一人の力じゃ何もできないんで、本当に素敵な仲間が周りいっぱいいるんで、なんか面白いことできたなっていうのは思いますね。だからまだまだチャレンジしたいと思ってるんで、じゃあオープンも近いかもしれませんね、うん、はい、ちょっと楽しみに待ってます。はい、ではラストの質問です。劇場版ポケットモンスター、ココのここを見て、父ちゃんザルードとココの絆、もうこれですよ、父ちゃんだーです。何度泣いたか。それとやっぱ Z 博士的にはチョベ始まるあのセリフですね。もうね、あのチョベ始まる流行るんじゃないか、それがバズるんじゃないかなと思ってますよ。はい、ということでレジェンド山寺宏一さんに100の質問、100どころかそれを1万倍ぐらいに膨らまして答えてくださって、やっぱ波乱万丈の人生で、興味ある人いるのかって、それが心配ですよ。僕は福田はいっぱいありましたよ。今回恋バナいっぱい多めに持ってきたんですけど、それ結構答えてくださったので、うん、ちょっと面白かったです、すごい。じゃあ映画館でね、また Z 博士の活躍も楽しみに。皆さん、今年の劇場版ポケットモンスター、ここいつもポケモン夏だけど今年は冬だよ。そうです、クリスマス12月25日公開、劇場版ポケットモンスター、ここみんなで見に行ってね、はい、ということでスペシャルゲスト山寺宏一さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。クリスマスはポケモン、クリポケ、クリポケ。